コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画なんですけども、21系マジェスタのことについてですね、話したいと思います。で、今日の動画もテロップ効果音カットができておりません。聞き取りにくい部分はただただあるとは思うんですけど、最後までご視聴よろしくお願いします。ラジオ感覚として聞いてもらえると助かります。で、コウヘイ、なぜ急に21系マジェスタの話をするんだって思われる方もいると思うんですけども、実はですね、私21系マジェスタって2013年に出たじゃないですか。で、2013年出た時にですね、トヨタさんからパンフレットをいただいたんですよ。その時に初めて21系クラウン、21系マジェスタ見た時にですね、正直一目惚れしました。はい。で、当時はですね、まあかなり前ですよね。2013年なんで、車マジェスタ、欲しいなって思ってました。はい。でですね、その時って、21系クラウンの前期化が、出たばっかりだと思うんですよ。出てちょっとかな。それで、まあ21系マジェスタも出るってことでですね、パンフレット見てものすごく惚れた車でした。でですね、今日歩いてたら21系マジェスタを見たんですよ。で、私が住んでる地域はですね、そこまで21系マジェスタが走ってるのは見たことがありませんでした。はい。で、うわ、すげえな、21系マジェスタだと思って、今日動画にしようと思ってですね、動画にしました。はい。でですね、21系マジェスタっていうのは2013年から21系マジェスタはですね、2013年の9月からですね、2018年の5月で販売終了になってます。で、今220系クラウンっていうのが出てるじゃないですか。で、そのクラウンはですね、クラウンマジェスタっていうもうカテゴリーはないんですよ。なので21系マジェスタでもう終わってるんですよね。はい。なので2013年からですね、2018年でもクラウンマジェスタっていうのは終わってます。なのでもう最後のクラウンマジェスタになるんですよね。でですね、最初はですね、21系クラウンの前期と後期、アスリートを私、買おうと思ってて、で、その中にですね、実は、これ動画で言ってなかったんですけども、クラウンマジェスタも候補に入ってたんですよ。でも、で、結構クラウンマジェスタを探したんですけども、なかなかですね、内装のベージュのマジェスタがありませんでした。で、基本マジェスタっていうのは内装はですね、黒色の車がですね、中古車としてですね、ガンガン落ちていて、もうベージュの色ってもうないんですよね。はい。で、排気量がまあ 3500cc とクラウンに比べてですね、cc が大きいです。なので結構税金とかかかるじゃないですか。で、今 3500cc だとだいたい約7万円ぐらいかな。かかりますよね。で、今はまあ7万円ぐらいならいいかなと思うんですけど、まあ15年、私結構車次買ったら乗るので、まあ15年経つとですね、税金って上がるじゃないですか、車両税が。だとですね、まあ 3500cc で税金が上がってしまうと、ものすごい額年間払わないといけないので、まあ渋々ですね、クラウンマジェスタは諦めたんですけども、まあ久しぶりに今日は知ってるクラウンマジェスタですね、見たらはやっぱりかっこいいな、クラウンロイヤルとは違うなって正直思いました。はい。もう鳥肌がビビッとね立ちました。はい。でですね、どこがクラウンマジェスタのかっこいいのって思われる方もいると思うんですけども、クラウンマジェスタとクラウンの違いって言ったらですね、まあざっと見てですね、グリルが違うんです。クラウンマジェスタは線がですね、縦に入ってます。で、クラウンロイヤルはですね、線がですね、グリルの線が横に入ってます。もう車好きな方だったらですね、フロントから見てもすぐわかると思うんですけども、まあ車好きじゃない方はですね、これどっちが違うのわからないなっていう方もおられるかもしれないんですけども。はい。やっぱりですね、今日外観見た時にですね、縦グリルっていうのものすごくかっこいいなって思いました。はい。で、フォグとかもですね、丸型帯びてるんですよ。丸いんですよね。で、縦グリルとフォグの丸みがですね、まあ、ものすごく相性抜群じゃねえか、マジェスタって思いましたね。で、車見たらですね、人は乗ってなかったので、横、サイド見たんですよ。だからね、今日見たマジェスタはですね、ホイールがですね、純正の18インチのホイールが入ってました。で、私、クラウンマジェスタ買うならですね、18インチの
純正のあのフィンタイプのですねホイールが欲しいなって思ってたので、まあドンピシャでしたね。ホイールも18インチ入ってる、それをものすごく綺麗されてたので、うわーサイドから見てもですねかっこいいなって思いました。で、21系の、まあ、クラウンよりですね、マジェスタの方がやっぱりどうしてもでかいんですよ。うん。それはマジェスタですからね。なので、サイドから見たマジェスタですね、まあ、ホイールと、そのボディのあの、フィルムといいますか、あの、スタイリッシュで、ものすごくかっこいいなって思いました。で、あの、テールなんですけども、テールはですね、パッと見、あの、ロイヤルと、まあ、もうわかりません。はい。あ、パッと見テールだけ見たら、あ、ロイヤルなのかなっていう、あの、勘違いされる方もいるんじゃないですか。おそらくなんですけども、ロイヤルとテールは一緒なのかな、作りが。でもですね、あの、エンブレムが違うので、あの、マークか。マジスタはマジスタって書いてあるんでね、やっぱりはかっこいいなって思いました。はい。でですね、あの、内装とかですね、当時あの、パンフレット来た時に、もう本当に一週間ぐらい毎日パンフレット見てたんですよ。でですね、あの、内装がですね、あの、21系クラムのロイヤルと違ってですね、あの、ウッドコンビハンドルになってるんですよね、マジェスタの場合。なのでですね、私はどっちかって言ったら、ウッドハンドルの、ハンドルのがいいので、うわ、マジェスタいいな、ウッドハンドルなんだと思いました。で、あの、メーターとかもですね、エンジンをかけたらかな、あの、空気圧がわかるみたいなんですよ、車のタイヤの。前輪と後輪の今どれぐらい空気圧が入ってるのか、メーターのディスプレイに表示されるみたいなので、それもですね、うわ、すげえ機能だな。さすがマジェスタだなって思いました。はい。で、まあもちろんなんですけども、クラウンとあの、比較してですね、なんていうんですかね、車内の中もですね、ものすごく広いんですよ。マジスタって広くなってます。なので、クラウンよりもですね、ゆっくり、まあ、くつろげる空間になってるんだろうなと思います。で、後部座席とかの、あの、コンソールボックスあるじゃないですか。リアの。そのコンソールボックスのとこですね、あの、木目パネルとかが、あの、使われてるんですよね。なので、そこもですね、ものすごくおしゃれだなって思いました。はい。で、これは、あの、F パッケージかな。F バージョンっていうのかな、ごめんなさい、間違ってたら。まあ F になると思うんですけども、まあリクライニングするボタンとかですね。まあいろいろボタンがついております。なのでですね、まあその辺もですね、パッと見はゴージャスだなって思いました。はい。で、これはですね、パンフレット見ただけなんで実際乗ってないんで、私よくわからないんで、もしですね、21系マジェスタに乗られてる方が おられたらですね、コメントに書いてほしいんですけども、後部座席のですねドアがあるじゃないですか。そこのドアってあの純正でですね LED ってついてるんでしょうか。もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。なんかあの当時ですねパンフレットを見た時に後部座席降りる時とかあの LED でおもてなしって書いてあったんですよ。で、あのドアの部分にですね LED が何発かなんかあの入ってるような感じがしました。はい、ものすごく気になるんでよろしくお願いします。なのでですね、まあクラウンマジェスタ、はい、昔ものすごく欲しい車でした。うん。で、あの視聴者さんがですね、あのコメントあのくれるんですけども、小平さん、あのクラウンロイヤルのハイブリッドの後期と、まあクラウンマジェスタ、うん、どうせ買うんならもうクラウンマジェスタ買ったらいいんじゃないんですかっていうたくさんのあのコメントをいただいたんですよ。はい。で、今、ゼロクラウンは、維持してるんなら、まあ、クラウンマジェスタもそこまで維持費変わらないですよ、とか。まあ、確かにね、まあ、このコメントも、ごもっともと思うんですよ。はい。なんですけども、やっぱりですね、クラウン、21系クラウンマジェスタ、ぶっちゃけですね、21系のクラウンのロイヤルの後期よりもですね、クラウンマジェスタの方が、かっこいいと思うんですよ。はい。もう、どっしりとしててね。で、内装じゃねえわ。なんか、走行してる時もですね、運転してる時とかも、まあ、高速道路とか走る時にですね、クラウンマジェスタとか、マジェスタとかの方がですね、音が中に入ってこないみたいなんですよ。やっぱり、どうしても分厚いのかな。なので、まあ、運転してる時も、外からの音が、マジェスタの方が、静かっていうのを聞いたんで、うわ、いいなとも思ったんですけども、まあ、どうしても 3500cc でですね、廃屋ガソリンなんですよ。このクラウンマジェスタっていうのは。なので、ちょっとね、今の私の経済状況から考えると、クラウンマジェスタ、まあ、ギリギリ維持はできるんですけども、どうなのかなと思ってですね、今、21系クラウンハイブリッドの後期を探しております。はい。で、ですね。まあ、ざっと今ですね、中古見てるんですよ。クラウンマジェスタもですね。まあ、これは21系クラウンハイブリッドロイヤルの後期。
浮気とかじゃないんですよ、皆さん。クラウンマジェスタもざっと見てるんですけども、どうしてもですね、クラウンマジェスタは高いです。はい。で、白の車とかで、パールが私欲しいので、パールの車とかで調べてます。そしたらですね、まあざっと見てですね、年式が2017年式のですね、走行が2万キロ。そこまで走ってません。で、まあ、修復歴なしでですね、だいたい423万円になってます。で、このクラウンマジェスタっていうのは、F じゃないんで、あ、F バージョンがごめんなさい、F バージョンでですね、約423万円となってます。で、ホイールがですね、なかなか18インチの純正のホイールじゃないんですよ。それで、まあ、走行距離が走ってないんで仕方ないんですけど、423万円ぐらい、まあ、します。はい。でです。まあ、ざっと見る感じではですね、うん、安い車もあるんですけども、まあ、修復歴、やっぱりね、ある車が多いです。で、ブラックの色とかが、車が基本マジェスタはですね、多いんですよ。で、もう内装とかも黒なのって、私はどっちかって言ったら、ベージュの色がいいので、もうなかなか、見つかりませんね。はい。で、もう走行距離がですね、もうマジェスタって結構高いんですよね。走行距離が約10万キロでですね。はい。約268万円します。はい。なので、やっぱりクラウンロイヤルと比べてですね、まあ、クラウンマジェスタって言ったら、まあ、もうワンランク上の車になるじゃないですか。なので、今ですね、まあ、ざっと車見てるんですけども、支払額はですね、まあ、445万円。走行距離が2万とかで、とか、が、やっぱり、そういう値段がです。値段の車がですね、落ちてますね。はい。走行距離がやっぱり12万キロでもですね、238万円とかします。やっぱりですね、クラウンマジェスタは、いい車なので、中古もですね、高いなって思います。あと、まあ、クラウン生産終了になってるんで、クラウンマジェスタも、おそらくですね、高騰してるんだろうなと思います。はい。今日はですね、ちょっと外で歩いててですね、クラウン、21系クラウンマジェスタを見て、感動したんで、動画にしました。はい。で、クラウンマジェスタはですね、2.5 もあるんですよ。で、最初 2.5 を探してですね、買おうかなと思ったんですけど、まあ 2.5 っていうのがなかなか落ちておりません。はい。もうレアなのかな、ものすごく。もう全然、落ちてませんでした。基本ですね、3.5 のマジェスタが、主流なんでしょうね、やっぱり。はい。クラウンマジェスタとか乗られる方はですね、そこまで CC とかも気にしない方は乗られると思うんですよ。結構お金持ちの方とかですね、乗られると思うんでね、やっぱりまあ、基本 3.5 の車を買われる方が多いんじゃないんでしょうか。はい。でもですね、やっぱりトヨタクラウンマジェスタのですね、もうサイドから見た時のスタイリッシュなボディですね。18インチのアルミ。まあ、ものすごくですね、うわ、かっこいいなって思いました。はい。まあ、車屋のおっちゃんにも、たまにですね、クラウンマジェスタどれくらいするのって言ったら、やっぱりですね、クラウンロイヤルハイブリッドの高距離は、オークションとか見ても高いって言いますね。はい。今日はですね、21系クラウンマジェスタって、やっぱりですね、素敵だな車だったので、動画にしました。皆さんはですね、クラウンのロイヤルとアスリートとマジェスタが21系はですね、あると思うんですけど、どの車がお好きですか？もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。今日はこの辺でですね、動画締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。光栄でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。